シ君の大量取り分けとユータと呼ぶシーンが心温まるナイナイミュージック。カ君、元ガンユータ、ジングジユータの深い友情に感動。ナイナイミュージックの魅力。昨夜のナイナイミュージックは本当に衝撃的な瞬間が多くありました。特にナンバーアンダーラインアイの登場は大きな話題を呼びました。彼らの元気さとエネルギーが画面を賑やかにし、 視聴者に楽しさを届けていました。特に印象に残ったのは、彼らがクレバさんとコラボした後の高揚感と、フルーツトマトをめぐるやりとりでした。岸くんが大量に取り分ける様子や、一瞬カメラ目線になる場面は、視聴者を笑顔にさせました。岸くんが神宮寺くんのことを、ユータと呼ぶシーンは、彼らの関係性の深さを垣間見せる瞬間であり、多くのファンの心をつかみました。 昨夜のナイナイミュージックでのカ訓ガンユータ、そして神宮寺ユータの友情は、視聴者に深い感動を与えました。彼らの間にある絆は、ただの友人関係を超えたものであり、共に歩んできた年月と経験が詰まっています。この放送では、その友情の一端が垣間見える場面がいくつもありました。キシクの恒例の大量取りは、今回も見逃せないポイントでした。特に、 マヌカハニーを3人分取ってくれた場面は、視聴者にとってうれしいサプライズでした。彼の行動は、家計を守る姿勢とも重なり、多くの視聴者に共感を呼びました。また、岡村さんが彼に対して、また怒られんでと冗談を言う場面もあり、周囲の笑顔を引き出していました。岸くんの、裕タはという問いかけも、多くのファンにとって聞き逃せない瞬間でした。この呼び方は、 彼らの出会いの頃から続いているものであり彼らの絆の深さを感じさせるものです視聴者の中にはフルーツトマトやマヌカハニーを実際に試してみたくなる人も多かったでしょう翔ょくんが喉のためにマヌカハニーを選ぶ場面も彼のプロフェッショナリズムを感じさせるものでした彼らの選び方やカメラに向かってサービスカットを提供する姿勢は本当に可愛らしく多くのファンを魅了しました キシ君が最後に他の二人分と合わせてマヌカハニーを三個取った場面も視聴者にとっては微笑ましい瞬間でした。舞台裏での彼らのやりとりを見ることができるのもナイナイミュージックの魅力の一つです。今回の放送では彼らの素顔や普段見ることができない一面が垣間見えました。特にキシ君の礼儀正しさやトマトとマヌカハニーをめぐるやりとりは 多くの視聴者にとって心温まる瞬間でした。彼らの素直さと誠実さが視聴者に対する好感度を一層高めました。このように、ナイナイミュージックは視聴者にとって多くの楽しい瞬間と心をんまるエピソードを提供してくれました。彼らの元気さとエネルギー、そして視聴者に対する誠実さが多くのファンを魅了し続けています。視聴者の中には今回の放送を見て、 彼らの魅力を再確認した人も多かったでしょう。彼らの素顔や舞台裏でのやりとりを見ることで、彼らの人間性やプロフェッショナリズムを感じることができました。視聴者にとって、これからも彼らの活躍を見守ることが楽しみとなるでしょう。視聴者の中には、彼らのようにエネルギッシュで元気な姿に励まされる人も多いでしょう。彼らの元気さとエネルギーは、視聴者にとっての元気の源であり、 日々の生活においいてても大きな影響を与えています彼らの姿を見て、自分も頑張ろうと思う視聴者も多いでしょう。彼らの存在は、視聴者にとっての励ましであり、彼らの活躍を見ることで元気をもらうことができます。視聴者の中には、彼らの姿を見て、自分も何かに挑戦しようと思う人もいるでしょう。彼らのエネルギーと元気さは、視聴者にとっての刺激であり、 新しい挑戦をする勇気を与えてくれます。彼らの姿を見て、自分ももっと頑張ろうと思う視聴者が増えることでしょう。彼らの存在は、視聴者にとってのインスピレーションであり、新しい挑戦をするきっかけとなるでしょう。視聴者の中には、彼らの姿を見て、自分の人生においても何か新しいことに挑戦しようと思う人がいるでしょう。彼らのエネルギーと元気さは、 視聴者にとっての刺激であり、新しい挑戦をする勇気を与えてくれます。彼らの姿を見て、自分ももっと頑張ろうと思う視聴者が増えることでしょう。彼らの存在は、視聴者にとってのインスピレーションであり、新しい挑戦をするきっかけとなるでしょう。彼らのようにエネルギッシュで元気な姿を見せることは、視聴者にとっての励ましであり、彼らの活躍を見ることで元気をもらうことができます。 彼らの存在は、視聴者にとっての元気の源であり、日々の生活においても大きな影響を与えています。彼らの姿を見て、自分も頑張ろうと思う視聴者も多いでしょう。彼らの姿を見て、自分の人生においても何か新しいことに挑戦しようと思う人が増えることでしょう。彼らのエネルギーと元気さは、視聴者にとっての刺激であり、新しい挑戦をする勇気を与えてくれます。 彼らの姿を見て、自分ももっと頑張ろうと思う視聴者が増えることでしょう。彼らの存在は、視聴者にとってのインスピレーションであり、新しい挑戦をするきっかけとなるでしょう。彼らのようにエネルギッシュで元気な姿を見せることは、視聴者にとっての励ましであり、彼らの活躍を見ることで元気をもらうことができます。彼らの存在は、視聴者にとっての元気の源であり、 日々の生活においても大きな影響を与えています。彼らの姿を見て、自分も頑張ろうと思う視聴者も多いでしょう。彼らの姿を見て、自分の人生においても何か新しいことに挑戦しようと思う人が増えることでしょう。彼らのエネルギーと元気さは、視聴者にとっての刺激であり、新しい挑戦をする勇気を与えてくれます。彼らの姿を見て、 自分ももっと頑張ろうと思う視聴者が増えることでしょう。彼らの存在は、視聴者にとってのインスピレーションであり、新しい挑戦をするきっかけとなるでしょう。彼らのようにエネルギッシュで元気な姿を見せることは、視聴者にとっての励ましであり、彼らの活躍を見ることで元気をもらうことができます。彼らの存在は、視聴者にとっての元気の源であり、日々の生活においても大きな影響を与えています。 彼らの姿を見て自分も頑張ろうと思う視聴者も多いでしょう。カ君は、キシユタとジングージユタに対して非常に特別な思いを抱いています。彼らが初めて出会った頃から、カ君は常に二人のことを支え、励まし続けてきました。特に、彼が二人に対して見せる優しさと配慮は、視聴者にとっても心温まるものでした。キシクが何かを選ぶ際に、 その選択を見守りながら微笑む姿や、神宮寺くんに対して雄太と呼ぶ親しみのある言葉遣いは、彼らの深い絆を感じさせるものでした。彼らの友情は、ただの表面的なものではありません。共に困難を乗り越え、成功を分かち合ってきた彼らの関係は、信頼と尊敬に基づいています。カくんが二人をどれだけ大切に思っているかは、彼の行動や言葉からも明らかです。 例えばマヌカハニーを選ぶ場面ではカクンが二人の喉の調子を気にかけていることがわかります彼が自分の選択を通じて二人の健康を考えていることは彼らの間にある深い思いやりの証ですまた舞台裏でのやり取りも印象的でした岸君が大量に取り分ける場面ではカクンがそれを見守りながら笑顔を見せ時には冗談を交えながら和やかな雰囲気を作り出していました 神宮寺君に対しても、彼の優しい一面を引き出すような言葉遣いや態度が見られ、視聴者に彼らの友情の深さを伝えていました。かくんが二人に対して持つ特別な思いは、彼らがどれだけ大切な存在であるかを物語っています。彼が二人に対して見せる優しさや配慮は、視聴者にとっても感動的であり、彼らの関係の美しさを感じさせるものでした。彼らの友情は、 共に過ごした時間と経験に裏打ちされたものであり、これからも続いていくことでしょう。視聴者にとって、彼らの友情は単なるエンターテインメントを超えたものであり、人生における大切な価値観を教えてくれるものです。彼らが見せる友情の姿は、多くの人にとって励ましや希望を与えるものであり、彼らの関係性に共感するし、